Z の回転 ASM 関西ガール、スーパー牛乳藤谷ひなやです。トモキングマンにくりです。そして吉本興業から来ました藤谷隼人です。お願いします。よろしくお願いします。今回やる企画はですね、オリジナルセットリストを考えよう。これテンション上がりません？いや、めちゃめちゃ楽しいですね。いいよ、これは。そんな幸せなことない。そうですよね。通常コンサートの曲量いっちゃうともう収まらないので、5曲プラスアルファアンコール1曲の計6曲ということで。6だけ？いや、そうなんですよ。おい、ちょっとこれでね、絞らせていただこうかなと。それをですね、ドラフト会議的な感じで、かぶったらじゃんけんで取り合うという、曲がかぶっちゃった場合はですよ、自分が好きな曲入れられない時もあるってこと？時もあります。どこの時期のポイントの曲を選びたいかとかで、やっぱ相当ね、変わってくると思います。まあ、そうですね。これを見てくれたファンの人にも、ちょっとどれ行きたいかやコメントをもらえたら嬉しいですね。そうだね。やばれてー、それ。そうだね、やばれてーですね。では、ドラフト1位をお書きください。おー、これ難しいな、やっぱでも。え、これって順番は後で決めて、だからとりあえず6曲獲得してください。獲得してから。獲得してから。だから別にアンコールを1曲目に1位に選ぶってことだ。でも1個なんでね。見上がる系なのか、しんとりバラードとか。そうですね。うち多分相当偏ると思うんですよね。まあ好みもあります。まあそうですね。それはあります。もちろん。ソロも入れたいなって人もいるってこと？そうそうそう。なるほどなるほど。あ、まあそこはだからご自分のそのプロデュースだから。では第一巡選択希望楽曲、三國さんどうぞ。愛の塊。KinKi Kids。発売中みたいな。めちゃめちゃベタだと思います。でもこれはやっぱり撮りたいんです。はい。どうぞ。私が一番撮りたいな。フレンズ。おお。KinKi Kids。A アルバム。A アルバム。そうです。A アルバムです。被ってないです。被ってない。じゃあ必須か。はい。私が一番撮りたいのは。トゥーハート。うわー、そっち系？キンキキッズ。みんなキンキキッズでしょ。なあ、おっしゃるみたいな。これかぶんないんじゃない？いや、曲数多いから、目指せばかぶらずにいけるかもしれない。そうですね。確かに確かに。他の人のを見て何位に取ろうとかって決めてました？ちなみに。一応フレンズとトゥーハートはそんな上位ではなかったですね。自分の中では。うちは全く入ってないですね。あ、じゃあそういう、僕もこの2曲入ってなかった。ああ、結構かぶんないな。コンセプトが違う可能性あるね。あ、そうね、そうね。それは面白い。では第2位をお書きください。曲名みんなバラード。まあまあまあ。そうですね。愛の塊なんか絶対。そうね、俺かぶる覚悟でやりましたね。いや、うちはもうそんな一般的なコンサート。でもそれは後で見。ちょっと待って、こっち先の方がいいかな。いや、行かれちゃう気がするんだよな、なんか。行かないですよ、多分。行かれないと思います。いや、ちょっと待って。じゃあ、第2位、また三國さんからどうぞ。はい。関西坊や。おお。全然。王道に行くね。ちゃんと。ちゃんと王道です。私は。ミスティー。ああ、なるほどね。いや。私は、トパーズラブ。ああ、はい、またかぶんなかったですね。かぶんなかったですね。かぶんないな、これ。かぶんないかもしれない。申し訳ないけどかぶんないな。意外に順調に来ちゃったんですね。順調だな。動画としては全然面白くない。あ、波乱がない。波乱がない。第3位いきましょうか。なんか私だけ違うコンサートになってるな。いや、いいんだよ。そういうことだから。セットリストの中でもそういうことだから。そうですよね。そういうことです。みんななんかすごい偉い。では、三國さんから第3位どうぞ。星見るふり、KinKi Kids。ああ、いいね。いいね。古谷さん。ボーダーライン。ーうわーKinKi Kidsオーダーライン来たか来た星見るぐらいマジでこれもかぶんないと思ったうわーすごい来たねー危ねえ出しといてよかったもうちょっと書いてもいいかなと思ったからこれも歌ってないでめちゃめちゃ本当にいい曲なんですよこれ人気あるのに一回もまだ聴けてないっていうことだよね。これすごい曲なんですよ。結構歌ってる姿あんまり見たことない。そうですね。リハのなんかその表には書いてあった。セットリスト考えてると。なるほどリハの。あーって。いざ本気ちゃん見たらなかった。あれ何のコンサートでした？幻の曲なん。そうなんです。唇が僕のために動くんですよ。っていう歌詞なんです。歌詞もめちゃめちゃいいんですよ。本当にこの曲がめちゃめちゃいいんだよ。見たい。ただ見たい、これもファンの願い。2人じゃんけんですね。じゃんけんかー。はい。行きましょうか。最初はグーで。せーの。最初はグー。じゃんけんぽい。ああ。マジか。やったー。面白い。これ欲しい。じゃあ第2弾外れサインを。あ、そうですね。これ必然的に自動で獲得できます。でも我々が取ろうと思ってたやつパンっていかれちゃう可能性もある。まあそうですよね。じゃあ肉井さん、はい、外れサインで。外れサイン。はい。夏の王様。ああ。なるほど。KinKiにとっては珍しく明るい。そうですね。なんか二人がきついっていつも言う。あんまり歌いたくないっていう代表曲。それ入れちゃうのそれ。今のところ傾向的にはどうなんですか皆さん。全然色が違うんですかねそれぞれ。全然そうですね。そうですね。普通のライブそうなんだっていう。見てる人はちょっと共感してくれるといいですね。そうですね。確かに皆さんも作ってほしい。肉井さんからどうぞ。はい。停電の夜にはKinKi Kids。いいね。まずサブタイトルちょっと省きましたけど。うん。私はブレス。H アルバム。って言ってる。剛君のソロですね。これは確かに絶対にもう歌わない。はい、私の4曲目。バックファイヤー。おお、バックファイヤー。まだかぶんなかったですね。そうです、かぶんなかったですね。そうですね。まあかぶんなそうな、まあ確か狙ってもなかったですか皆さん。個人的にすごい好きな曲入れようかなともちょっと思った。うちはもう剛さんがソロ活動してるからこそコンビの時のソロ曲は歌う機会ないじゃないですかもう、僕はもうだってかねてよりねもう毎回これ先行落ちしてしまう毎回2人がセットリスト作る時に候補には必ずあるので落ちたっていうのを毎回教えてくれるMCでいつも言ってくれるんですよバック会は落ちましたってそっかわ少ないな、もうあと2曲では分かんないですよ、僕からしたらそのデビュー曲とかガラスの少女とか入れないみたいな、はい、まだ出てこないみたいなああ、なるほどね。そこら辺デビュー曲であって、いろんな場面で聴けるっちゃ聴けるんですよね、聴けるというか盛り上がるジェットコースターローンズとかね、絶対みんな盛り上がる的な、まだなんかあんまりKinKiさんに盛り上がりを求めてない感じが多いかもしれない。まあ落ち着いてきた感はちょっとあるかもしれないですね。では第5位です。肉井さんからどうぞ。はい。何年経っても。ああこれね。わかりますよ。いいですよいいですよ。はい古谷さん。やっぱこっちも入れとかないとマイウィッシュ。ああなるほど。まあそうなるよね。その曲。光一さんのソロ。はい、私はテルミ。おお、テルミいいですね。全然かぶんない。かぶんない。まあこれはもうなんていうんですかね、もう今までありがとう、これからも一緒に行こうねっていうもう感じの曲なんですけど、ファンのことをまあ思って歌ってくれてるんだろうなって感じれる曲なんですよ。すごく。でもすごくやっぱ最後締めくくりたいなっていう。なるほど。アンコール候補。まあ候補ですね。そうですね。これはさっき剛さんのソロ曲入れたんで浩一さんのソロ曲ですね。出してる曲の中で一番最初に浩一さんが作った曲ですよね、作詞作曲。そうですね。普通に聴いてほしいですね、知らない人にも。私はもうテルミ。これはもうだからいつから歌ってない？本当にアニバーサリーの時に踊って、その時 MC で言ってるのよ。もう多分これ今回聞いたら相当長いこと聞けませんよって言って相当長いこと聞いてない。そうなの。だからずっと見れてない。いやー、そうなのよ。これまた聞きたい、好きなんですよ。テレビいいですよね。じゃあラスト。ラス1だ。6位ですね。結構順調ですね、結局ね。1回しか。そうですね。そうですね。平和なドラフト。確かに聞きたいっていうのはありますよね。最後は聞きたい曲にしようかな。この曲で言うとな、順番かな。そうなんだよね。それあるよね。的な明るいの欲しい。あれ誰向けのコンサート。確かにそうですね。誰向けなんだろうこれ。客観的。では三國さんから第6位どうぞ。夢はじめはな、KinKi Kids。ああ。これはもうとにかく聞きたい。これも最後自分の気持ちでいきました。とにかく聞きたいライブ。これ絶対かぶんで、確かに。古谷さん。私は LOVE YOU FOR GOOD。おお。あ、いいですね。あ、はいですね。あ、すげえ癖あるな。はい。では。私は会いたい会えない。おお。なるほど。ここに来て。またかぶんなかったですね。かぶんないですね。では6位まで獲得しましたので、これでじゃあセットリストを組んで、皆さん書き終わりましたか？はい。では三國さんから発表をお願いします。はい。テーマは、ジャニーさんに愛の塊歌ってほしいですね。ああ、なるほどなるほど。関西坊やは撮りたいと思ってた曲なんですけど、どうしましょう。やっぱ光一君がジャニーさんになるんですね。最後の衣装で、いつもその次の曲なんだろうなって結構楽しみながら自分見てるタイプなんです。ジャニーさんの格好で次何の曲を歌うのかなっていう。それでやっぱ愛の塊、やっぱファンになったきっかけの曲でもあったりするんで、最初の頃好きだった曲で、これをちょっと愛の塊をジャニーさんに歌ってほしいなっていう。それでまあここをどうしてもセットで最初撮りたかったっていう。あとはもうなんとなくまあKinKiの2人がこれはまあ歌いたくないって言ってた曲なんで聴いてみたいとか、あとはまあ自分が好きな曲ですね、これを聴いてみたい。これも今まで行ったライブの中で一番衝撃を受けた、あ、生で聴くとこんなにこの曲いいんだって衝撃を受けた曲なんで。お二人から見てどうですか？1曲目夏の王様なんだ。悩みました、すごい悩みました。なんか一発目に生かそうパーンって登場しそうなイメージですね、夏の王様。まあまあそうですね。イントロが関西坊やのジャニーさんの格好で愛の塊のコンセプトはとてもいいと思います。そうね。では古谷さんいかがでしょうか。私はファンクラブに入ったのが10年より前の人を優先して当たるチケット。KinKiおつぼねファンコンサートですね。これは結構私やっぱ昔の曲がすごい好きなんで。もう今やあんまり掘り出して歌うってことなかなかなくなっちゃったので、ちょっともうそれの当時を思い出すような曲調にしたいなと思いまして、最初フレンズで登場するともうせり上がりですね。ちょっとできればちょっと学生服着て出てきてほしいなと思います。コントので、あとマイウィッシュ光一さんのソロ曲2曲目で、いやだって5曲しかないんですよ全部。いやでも剛さんのソロ曲挟んで、で落ち着いたら「LOVE YOU FOR GOOD」、最後アンコールでボーダーライン結構2人が歌と歌の間にめちゃくちゃ2人がしゃべる言葉があるんですけど、これをですねちょっと現在のアドリブバージョンに変えて歌ってほしいなという。全部10年以上前ですもんね。そうですね。確かにそうだね。全部15年以上前ぐらいの。はい。昭和どちらへんで。これ浅草公会堂。結構キャパもそんなに超足んないですよね。なんかちゃんと座ってみたい、座ってみれる。正直この6曲だったら順番俺だったら違うかなって感じで見ちゃうかな。なんかこうなんだって感じ。フレンズのせり上がりスタートはいいなとちょっと思いました。あとボーダーラインのそのアドリブのラップは見れないからね。私はね、テーマはですね、KinKiのバランスですね。こちらです。1曲目がトパーズラブ。はい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 。で、このバランスというのがオープニングダンスアンプラグドバラードと演奏とダンスの演出、この五角形を保ちたかったんですよ。だからオープニング登場した後の流れはここはバックファイヤーなんですけど、剛君ギターの光一君ダンスにしてほしい。ああ、なるほど。バレット対応式です。バレット対応方式のバックファイヤー3、これに関してはちゃんと踊ってほしいのが1個ですね。ダンスナンバーだから当時の振り付けで「テルミ」踊ってほしい。で、この間の配信ライブとかアンプラグドで「会いたい会いたい会えない」座る感じで、で最後はバラードで締めてほしいんで、最近あまり歌ってないしっていうところの王道で、でアンコールね、ピアノのイントロからごめんなさいね、リクリクのそのピアノの話になったとしたら、もしかしていい曲だ、本当にいい曲、美味しいとこ全部見たいという、ここまでですね。エンタメ要素が全部詰まってる。そうですね、確かに全部のできるKinKiKidsのありとあらゆるコンサートに皆さん行きたいですか？どれが行きたい？でもこれ3人でやってる、やっぱ自分だってみんななっちゃうんじゃないですかね。これわかんない、決着つかないよ。だってみんなだって自分だから、みんなもこれが一番なわけだから、なんかコメントしてもらうと。じゃあコメントで皆さん何がいいか投票してください。そうしますか。投票というかコメントに書いてくださいと言いましょうか。といういろんなコンサートができましたけども、リスナーさん的にはどのコンサートが一番行きたいかっていうのを、もしよかったらコメント欄にお願いします。あとですね、自分だったらどういうセトリにするかも添えてもらったら、それもまた楽しめると思うんで、ぜひ書いてください。